ですよね。いや、そうですね、すごいわかるんですよ。そこはちゃんと拾っていきたいと、うん、いう、やっぱ一つのゲームをしゃぶり尽くすという意味では、はい、まあ、そこまで言及していかないといけないのかもしれないですよね。あのウルコン2の名前知ってます？わかんないです、わかんないです。戦地総会言ってですめちゃくちゃ字難しいんですよ、まあ、当たり前のように出てくるしな普通のですね確かめっちゃ読めないですか、あ、そうですね、めちゃくちゃ難しいですね、はい。さあ、ブロッケン G、金デブを破ってのさあ、この雪村戦、もう飛び回るか。さあ、このやはり横押し、ここでアドバンテージを取るブロッケン G。さあ、雪村は飛び回る、逆角にして、積成はガード、上から行く、これは表、さあ、これは竜巻で締めて、大大、チューチューですね。でかい、あの中盤はまだ一つフレームがですね、このあたりとか微妙なんですよね。さあ、ラカン近づいての投げ、あら、この距離スパッと牽制技を狩る。さあ、雪村、さあ、波動を乗っけて竜巻、これはバックステを読んでいたか。しかし踏み込み中足、ブロッケン G が1ラウンド、さあ、リフトを突っ走ったか。あの距離の中足、かなり機能しているように見える。さあ、ジャンプか、さあ、前に出る雪村、固めるが場所を当てる。ここまでブロッケン G 選手のガードはかなり冴えてますね。さあ、おっと、ここは積成の当て方絶妙。体幹フレーム処理からだが上が取っている。さあ、ここはミスになるが、さあ、どうする、前に出るか、ブロッケン G、 ここでも前。さあ、雪村は冷静に固めていくが、ブロッケン G のさばきがいい。さあ、上っちり、三角飛び、さあ、ここでコンボをつなげてアドバンテージを取る。さあ、横からの中足下がらせない。さあ、中盤にして削りモード、上から投げて、ワンチャン圏内、ゲージはある、どうする、 1X 竜巻を選択、上から、さあ、オクラスにも引っかからない、しかしめくり当て、まだある、コパンで落として、うおー、これは追撃天地総改元、天地総改元決まりましたね、決まりましたね。さあ、匂わせて匂わせて、最後に EX のラカンが来ましたね。諦めないというか、はい、シャニムにまくりに来ましたね、今。あと、池村選手、この調子もかなり、ね、そうですね、ここで見てる限りは。これも、見てた、しかし、横が厳しいか、そして上から行ってもジャンプが高いので、組む投げがある。さあ、やはりこれはバルログ有利の組み合わせに見えるが、さあ、積成でうまく前提からターンを入れ替えるが、ブロッケン G 体力リード、この状況を守りながら、さあ、スバット、テーラー、これがいいダメージ、前に来た、出ている、竜巻だが、ここは打っていったが、後ろ削りが間に合った。いやー、あそこでいい可能をきっちり選択するのはさすがですね。ただ今ガードしたってことは、はい、あれ、バク転で避けれたんですね、一応。一応避けれましたね。一応。ワンチャンあったと。コスでも良かったかもしれないですね。はい。その、あれですよね、ドットの攻防には、板澤さんかなりうるさいですよね。いやいやいや、まあまあまあ。ドット強いじゃないですか。まあまあ、そうですね。いや、よく見てるなと思いましたね、今。一応まだあったかななんて。はい、まあ、難しいですけどね。難しいですね。はい。さあ、しかしこの、まあ、いわゆる有名プレイヤー、はい、表に出て活躍するこのブロッケン G 選手もね、バルログ使いとしては、はい、有名なプレイヤーだと思うんですが、はい、こういったプレイヤーに全く引きを取ってないのはこの雪村選手、はい、やはり本物の強さだなというふうにですね、はいはい、俺は有名プレイヤーって書いてありますよ。
それはブロッケンジー選手ですね。見つけちゃいましたよ。もうさっきから聞いてる。あ、そうですか、はい、遅かった感じですか。書いてるな、はい。あ、ドンペン回さあ、ここさ首が噛み合う。上から行ってズル画面時はやはり中盤とズルまである。さあ、めくイズナループに入ろうとしたところか。おお、マニアックだったね今。さあ、このまま行きつそうだ。さあ、移動投げドンペンになって、わおお、きっちりとうまかったですね。アッパータイクが一回見えたので、はいはいはい、タイミングずらしてからかもしれないですね。チューチューチュー、チュー、おー、なんだコンボでしょ今、ね、投げから、さあ石星、これは大石星か、あの距離でもガードになる、安定でかいですよね確か。そうなんですよ、大だとでかいですね。ここも反撃になったか。中盤イズナから適正、あ、画面上キス乗って、よっしゃ、4段見る、あれで距離前に出て、あ、カウンターヒットで繋がっている。おお、ダブルアップ、さすがとガードだが、ここから投げていくブロッケンジ、取らない。おっと、ここはきっちり繋いだ。両者譲らず、これで一時、今ね、爪を取らないでセットプレー行ったんですよ、はい、真ん前にあるんですよ、足元に、はいはい、足元真ん前にあるのに構わずセットプレーに行ったっていうのはちょっと結構意外性がありましたよ。やりに行った感じですかね、うん、見事でしたね。見事でした。さあ、これで1-1、これで1-1ですね。試合が激しすぎて、もう星の数が分かんなくて、はい、1個前どうだったっけみたいな、はいはいはい、展開も早い試合が結構続いててですね。そうやはりこう立ち回りでは、ガルロブが、はい、そして近づいてからその雪村選手はタイミングを変えて、はい、こう投げを打ちたくなる場面で、はい、あの石星っていう上から降ってくる、チョップで降ってくる技を使ってですね、はいはい、投げ狩りの動きも見せてるんですけど、 そうですね、そこでブロッケンジー選手はことごとくガードしてるんですよね。動じないですよね、はい、そこでちょっとこの雪村選手側の崩しがですね、はい、そこまで思ったより機能していないかなという印象、はい、そしてまた立ち合いに戻されて二王札タイク出ましたね。二王札って名前が今スッと出ましたね。はい、いやもう狙ってましたね。さあ適正今度は崩した。さあこの距離のそばっと牽制がに使うブロッケンジ、さあ画面味、ね、この距離うまく入れ替えて、しかしこの EX イズナで逃げることもできるバルログ。さあこの距離は着地移動投げ、さあ踏み込んでの集中が強い、イズナで締める。さあこれでリーチをかけたのはブロッケンジ、スパットがあるから動きたくないんですよね。動きたくないところで前ダッシュで中足展開を作るっていうのは、でその前ダッシュを止めるしゃがみ中盤を置くとそばとも噛み合わされてるんで、そうなんですよ、かなりきついかと。おっと、ここはうまくタッチガードした。あと、あら、移動投げはグラップ前に来る、そして投げる雪浦、どう崩す、中段を使う、そして石星で、さあ大足の隙に飛びが刺さった。砂で投げて、さあ、チューチューチュー、これは痛い、ゲージぴったり、それで移動投げ、勝ったのはブロッケンジ、お見事な前管理。あの中足、中足、中盤、はい、EX イズナの、はい、ゲージが今ちょうど1本溜まったんですよね。ちょうどでしたね。